1983年のコース1983年のルマン24時間レースは51回目のルマン24時間レースであり、1983年6月18日から6月19日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた。暫定的なクラスがなくなり、グループ B とグループ C によるスッキリしたクラス分けになった。サイズは グループ C と同じだが燃料タンク容量55リットル、最低重量7 0 0ラムのグループ C ジュニアがクラスとして新設された。公式ポスターは前年優勝したポルシェ956であった。ポルシェは前年の優勝者ポルシェ956のカスタマースペックを市販し、さらに性能向上を図ったワークス3台を含めて11台が出場することとなった。 ただワークスのエンジンはマネージメントシステムがモトロニック MP1.2 になった935-82型に進化しておりまたカスタマースペックは前年のワークススペックと比較し 30kg から 70kg 重かったフェラーリ V 型8気筒ターボエンジンを搭載したランチアイル C2 などグループ C の車両が各社から登場した 松田はこれまでの松田 RX-7 ベースで、内レース専用車、松田 717C を製作し、チーム名、松田スピードを登記し、レース専門会社となっての参戦となった。また松田のエースドライバーで、西のレース拠点だった、片山松田の片山吉美が参加したことは、東のレース拠点だった松田王と東京がしていた。 ルマン調整を松田が正式にオーソライズしたことを示した。ランチアは、LC2 のターボ化吸圧を上げて、出力を 800PS とし予選で速さをアピールし、ポルシェをか乱する作戦を取り、3分20秒79を記録したが、ポルシェもターボ化吸圧を上げるとともに、高グリップのタイヤを使用して、対抗、前年タイムを13秒も短縮する3分16秒56で、 ポールポジションを取った。ランチアの記録は2位であった。松田 717C は空気抵抗低減を優先しすぎて、直線でもコーナーでも安定性がなく、予選タイムは昨年を下回った。しかし初めて余裕を持って予選を通過し、あとは決勝のセッティングを詰めることに専念した。出走は51台。 他のグループ C 車両は全くポルシェ956についていけず、トラブルを起こしては大きく遅れまたリタイアし、4時間目の時点ではポルシェ956がトップ10をすべて占めていた。ワークスポルシェの1号車、ジャッキー X がプライベーターのポルシェにミルサンヌコーナーで追突されて大きく後退したものの、ガス欠寸前まで給油しないで引っ張る凄まじい追い上げを展開し、 4時間目の時点で、プライベーターのポルシェすべてを追い抜いて周回をくれながら3位に順位を上げ、前年予選最高タイムとほぼ同じ3分29秒7を記録して追い上げた。感想は20代。バーン・シュパン、ハーレー、ヘイウッド、あるホルバート組のポルシェ956、3号車はゴール2時間前にドアが吹き飛び、エンジンが冷却不足となって加熱。 最終ドライバーとなったあるホルバートは、白煙を吐かせながらも騙し騙しゴールまで走らせ、24時間で 5047.934km を、平均速度時速 210.330km で走って優勝した。ジャッキー・イクス、デレック、ベルクミは、同一周回内の 3.35km 差まで詰め寄ったが2位に終わった。結局ポルシェ956は、 ジョン・フィッツ・パトリックの11号車が燃料ポンプのトラブルで11時間目にワークスの2号車がエンジン前年と違いポルシェ同士の競争でペースが上がりプライベーター最高位となった3位のクレマーは前年の優勝者より走行距離で 63km 上回り4位のヨースとも 28km 上回った厳しい燃費規制の下で 5000km を超え しかもモトロニックは進歩途上であったことは、年ごとに進歩するポルシェの技術を明確にした。松田 717C は61号車が、コース上の異物により右降臨をバーストさせ一時再開となったものの、その他には何もトラブルを起こさず、最終的に60号車、総合12位クラス優勝、61号車、総合18位、クラス2位を得た。ありがとうございます。